太極拳の世界へようこそ。中村元光です。毎日5分太極拳で漢下24式太極拳を習得しましょう。第21回目の内容は最後です。シーズー賞小 C です。シーズー賞小 C は漢下24式太極拳の最後の動作、いわゆる終わりの動作となります。この動画は鏡面で行います。こちらが皆様の右、こちらが左となります。そして動画の後半では足をつけて行いますが、座ったままでもぜひ一緒に動いていきましょう。ではご一緒に。では両手で胸の前に押し出してるとこから始まります。両手は左右に分けてください。目線は右手を追いかけます。柔らかく下に押さえてください。腰を徐々に左方向に回していきながら、お腹の前で水をすくい上げるように両手重ねましょう。右手が下、左手が手前になります。そのままゆっくりおへそを正面に向けながら両手を胸の前に持ち上げてください。これがシーズー症です。そして両手の甲側、腕の前側、ここからこの部分ですね。で両手の甲側、腕の前側でぐっと前に押していきながら小 C に入りましょう。肩幅に自然に開きます。肩肘手首の順で緩めて柔らかく下に押さえてください。股関節の高さまで押さえたら手首を緩めながら右足に重心です。左足をゆっくり揃えるときに両手も同時に横に自然に揃ってくださいね。これで小 C の完成となります。では足をつけてやってみましょう。左足を肩幅に開きます。真ん中に重心緩めてください。息を吸いながら両手は肩の高さに持ち上げます。吐きながら柔らかく下に押さえて腰を落としてください。左足重心、腰を右へ、右足つま先斜めに、右足重心、左足ゆっくり引き寄せましょう。正面にかかと着地、両手は胸前に押し出してください。ではシーズー症に入ります。後ろ足重心、手首緩めて腰を右へ回しましょう。前足つま先しっかり内側、目線斜め右後方にいます。右足つま先を外に開きましょう。柔らかく下に自然に押さえて左足重心移動です。腰を左回しましょう。右足つま先しっかり内側、右手が下から重ねます。左足重心ゆっくり正面に向けましょう。右足を肩幅に揃えて真ん中に重心です。両手の甲で押し出していきながら自然に開いてください。小 C です。柔らかく下に自然に押さえてゆっくり立ち上がってください。手首を緩めながら右足重心、左足を揃えてください。左足を肩幅に開きます。真ん中に重心緩めてください。息を吸いながら両手は肩の高さに持ち上げます。吐きながら柔らかく下に押さえて腰を落としてください。左足重心、腰を右へ、つま先も外に開きましょう。右足重心、左足をゆっくり引き寄せて両手は胸前に柔らかく押し出します。シーズー症、後ろ足重心、手首を緩めて腰を右へ回しましょう。前足つま先しっかり内側に、目線斜め右後方にいましょう。右足つま先外に開きましょう。両手を柔らかく下に押さえて腰を左へ、左足に重心移動、右足つま先内側です。右手が下から丸くすくい上げて右足を肩幅に揃えましょう。おへそ正面に向けます。両手の甲で前に押し出していきながら自然に解放しましょう。小 C です。柔らかく下に自然に押さえて立ち上がってください。手首を緩めるときに右足重心、左足を揃えます。